ここは新宿歌舞伎町の中にドーンとそびえ立つ東急歌舞伎町タワー。1階はなんだかカオスな雰囲気ですが、こちらの9階、10階には映画館が入っているんです。なんだろうこの香り。しかもこの映画館、とにかくプレミアムなんです。バーとかもある。10階がメインのようですね。こちらではポップコーンとドリンク、おかわり自由。美味しかった。とにかく広くてのんびりできる。こちらはお手洗いなんですけれども、うわぁ、新宿が一望できる。今回見るのはコナンです。ふふふ。プレミアムの中でもさらにプレミアムなクラス S に行きますよ。それがこちら。前後左右たっぷり空間があって、もうこれは貴族の椅子や。リクライニング機能があって、ドリンクホルダーに小物入れ、こっちにも小物入れがあって、どんだけ収納するん。傘立てまでありましたよ。座り心地は言わずもがな、最高でした。眠たくなっちゃった。さあ、それでは名探偵コナンの世界へ行ってきます。最高だった。映画を見終わった後、クラス S の人だけこちらの10階にあるラウンジ、オーバーチュアに入れます。すごい、一望できるね。これとにかくひたすら新宿を一望できます。電車も見放題。ここでもポップコーン。クラス S も名探偵コナンも最高やった。